皆さんこんにちは現代の物のけ姫ことでです流でラジオ流時のお時間ですこのラジオではテーマを決めてリスナーさんからのエピソードをいただいたりフリーな質問をいただきながら音声のみだからこそできるお話をしていこうと思います。ながらでラジオなのでぜひながらで聞いてください。録画で お送りしますが基本は編集なしの生放送感覚でお届けしています聴覚障害の方は YouTube の字幕機能をオンにしてご視聴ください最後に次回のトークテーマを発表しますのでぜひ最後までお聞きくださいということで、えー、ながらでラジオ2回目の放送になります、えー、前回1回目の放送で 修学旅行の小さい頃のね、とこ、こときのお話をしましたが、楽しんでいただけたようでよかったです。ですが、まだまだ YouTube ラジオって浸透してないと思います。YouTube なのに音声のみかーいみたいな感じもあると思うので、ぜひ皆さんでコメント欄とかで盛り上げていただいて、YouTube ラジオ、ながらじがこう浸透していってくれたらいいなぁなんて思います。はい。 では今日は「卒業」というテーマで皆さんから前回トークテーマを募集させていただきましたたくさんのコメントいただきありがとうございます、えー、どうしようかな先においの話をしようか皆さんの話をしようか迷うけど <laughs> そうですねじゃあまず紹介しながら話しながらうまくできるかなやっていこうかなと思いますじゃあまずね、えー チャンネルのそのラジオネームみたいなのがないので皆さんから頂い,いた投稿のね名前でお話ししていこうと思いますがふもさんの卒業のお話中学の卒業式の時に同級生の A 子さんから第2ボタンを B 子さんが欲しいって言ってた代わりに渡してあげるからちょうだいと言われてその場でボタンを渡しましたが後で他の友人から聞いたら A 子さん本人 第2ボタンを欲しいから B ーさんの名前を使われたみたいだったよっていうことでした33年前の淡い思い出ですということでええー、やんええー、やん第2ボタンなあ。は <laughs> は <laughs> さんはじゃあふもさんのことが好きだったのか憧れだったのかね告白はできなかったけど第2ボタン欲しいってなったん。 だろうな素敵ですね私もボタンもらったっけかないや,いや全然覚えてないそんなにそんなやばいそんなになんて言ってらたらあれだけどであのー、上の方々中学校の時とか上の方々とも結構遊んでたけどそういうなんか好きとかそういうあれもあんまりなかったからなんか第二ボタンもらうっていうのは。 基本的にはななかったな高校の時もねなかった中学も、えー、セーラー服、うん、中学はセーラー服と男子は学ランだったんだよねで高校になったら女子はブレザーで男子は学ランっていう,う制服だったんだけどまあでもボタンをもらうっていうのはなかったと思うなね リホーさんラジオといえば中学の時に受験勉強そっちのけで「オールナイトニッポン」とか「セイヤング」って分かんないなセイヤングを聞いていたのが懐かしい卒業ね卒業が近くなるとなぜか異性に優しくされた記憶がある <laughs> まあまあでもなんか気持ちはわかるよねなん,か <laughs> なんかバレンタインデーとかもなんかソワソワするのと一緒でさなんかそういうの思いますね そうだな、えー、と私の思い出としてまず一つ特徴的な卒業式っていうのが私の地域にはあったんですけど小学校の時まあ前回ね小学校の時私は同級生がいなくて文、えー、校で過ごしてましたよっていうことをお話ししましたが本校があるんですねだから本校と卒業式をします。で当時は あ当時私が6年生の時は女子私一人で男子がえっ、ー、と3人か転校してなかったよなあの子は3人だった気がするからもう4人しかいないんだよね。で大体、えー、卒業式ってあの名前を呼ばれて。 一人一人が卒業証書をもらったりまたは、まあ、すごい多分大勢な学校だと代表者がもらったりとかあるのかもしれないけど、まあ、その4人しかいないからさわざわざ上に行くっていうのそのステージの上に卒業証書を取りに行くっていうことがなかったんですよ。あの台はもうもははもや使使わわなない体体育育館館のそののくてステージの 前にっちちっゃい1 0センチか2 0センチくらいの台を作って多分パレットとかで作ってその上に赤い絨毯を敷いてその上に椅子を4脚並べて卒業生が。 大体在校生に背を向けるのがスタンダードだけど在校生とか親たちと対面しながら卒業式をやるっていうのがまず1個あったの。で卒業証書はあのー、大体何て言うの在校生側から見たら右側に先生たちとかあと司会進行の人がいて左に来客の方々がいると思うんだけどその 確か右側でもらった記憶があれ上に登ったっけかなあの時あ分かんないそこはなんか右側でもらったような気がするし上で登ったような気がするけどまあなんかちょっと特殊だったんだよねだからこう合唱する時もみんなこうずっと対面でもうずっと対面だからさずっと顔見られてるわけだすげえ足りーなーって思った記憶は1個あるでその 卒業式が終わった後に鎌倉卒業式っていうのがまあ私の地域ですごく特徴的で有名な有名な、まあ、テレビの取材とかが来るようなあ卒業式があったの。まあ、すごく豪雪地帯大雪のところだからグラウンドにめちゃくちゃ雪があるわけですよ。でその雪をかき集めて大きな大きな本当に大きい鎌倉を。 お父さんたちとかがね兄、えー、の方々とか先生とか町の人たちが卒業式に向けてて、えー、鎌倉を作ってくれるんですですその鎌倉の中で雑、えー、にお汁粉なんかそういうの食べながら思い先生と思い出話したりなんかちょっとしたあのアトラクションというかプレゼント交換したりっていうのの。 ななんか二次会みたいなね卒業式の二次会みたいなのがあったんです鎌倉卒業式でまあ昔から本当にあったから人数がお昔は多かったからその時はもう本当に本当にもっと大きい鎌倉その人数が入る分の鎌倉でなんかみんなで、えー、プレゼント交換したりっていうのはあったんだけどうちら4人 先生2人とまあ校長先生とか入ったらもう5人6人くらいが入れればいいくらいのサイズ感しかなかったしプレゼント交換つってもね <laughs> 4人しかいないからそのプレゼント交換もなんないんだよあ4人じゃないんか1人あれでしょあれでしょ,でしょ,でしょあやっぱ1人もう転校しちゃったから3人だったんかな ごめんめんっちゃ曖昧だわ、まあ、でもそんな感じで、えー、鎌倉の中でで卒業式をすするんですでその地元のテレビ局さんとかが鎌倉卒業式の取材に来たり新聞社さんとかが来るから、あのー、中学校になったら何を頑張りたいとか,なんかどうだとかカーだとかっていう話を す,るんですよ。で、なんか昔の,なんかその新聞とか振り返ったりテレビとか振り返るとそのニュースの素材があったりしたりもしたでねまあそれが私の小学校の一番特徴的な卒業式かなと思いますね。はいで、えー、じゃあ康二さんの卒業式の思い出としてはまあ 小学校の時は、まあ、怪我してなくて健常者だったとで中学生の時は卒業式は車椅子での卒業体験になったまあなんかその卒業ははぶらないで怪我した時の仲間と卒業できて嬉しかったリハビリも学校復帰がメインのリハビリだったので学校に戻った時は照れくさかったとなるほど自分が復学することで3年生の怪我する前は3階だった教室も1階になってて 片身が狭かったのをよく覚えていますなるほどね中学生の卒業はあまりいい思い出がなかったのかもしれません。なるほどまあねなかなか私は社会人になってから車いすになったから学校生活での車いす生活学校での車いす生活とかそういうのって思、まあ、春期の頃とかそういうのいや分からないけど車いすならではのおお 卒業式の大変さとかっていうのもやっぱりあるのかなと思いましたねうんまた、まあ、卒業って学校の卒業だけじゃなくていろんな卒業があると思いますまあシリティマンさんっていうものかなは、えー、毎日、毎日タバコを12本吸いますと毎日で12本タバコを吸います でもタバコを卒業ししてもままたた始めました <laughs> いやタバコは全然やめれないんだねスティリシティリティマンさんは <laughs> でも本当にタバコをやめれない人って多いよねお湯はタバコを吸わない人だからなんかまあ、吸ったことがないわけではないけどやっぱりなんか別に吸いたいと思うも思わないからこう卒業するとかはないんだけど 本当に周りの人たちは禁煙どうしようかなとかってね、えー、悩んでる人もいるし前の会社では本当に禁煙外来に行って禁煙してる人もいてたでも本当にタバコはね私もやっぱ無理なんだよな、まあ、アイコスとか電子タバコだったらまだまだ大丈夫だけど紙タバコ吸ってる人の匂いがもうちょっとどうしても無理でなんかね吸わない側からしてみたら やめててくれようって思うなぁと思いました、まあそういうね何からの卒業っていうのっていろいろあると思うけど私はどっちかっていうとそういう何々からの卒業ってあんまりないのかなって思うなんかマインド的な話になっちゃうとねなんかこのネガティブから卒業とかこういう考えをしないように。えー こういう考え方で過ごしていこうとかなんかそういうちょっとニュアンスは違うけどそういう卒業的なものはあるけどだから脱何々を卒業っていうのはなんか私の中であんまりないかもしれませんまあだからちょっと中学校の時の卒業の話に戻るとやっぱり小学校中学校高校の中で一番ザ卒業式っていうのって 中学校じゃなないいかなと個人的には思いま,すまあそれはなぜかっていうとやっぱ合唱だよね合唱がすごい心に残るというかあのー、まあ卒業式に向けてもすごく練習するし何か練習してる時はさ別にあのー、うまく ハマれたらいいなとか、まあ、その練習することに一生懸命で同じ歌を歌っているはずなのにいざやっぱり卒業式になると泣けてきちゃうなって思った私ね中学校の時に生徒会長だったので指揮者になることが多かったんですねだから卒業の式の時も多分一曲どっちかで指揮者したようなしなかったような記憶があるけどまあ私たちの。 卒卒業業式の時の卒業の時曲合唱曲っていうのがえっ、ー、と第一三章歌ったっけか第一三章歌ったかも歌ったかもしれないしあと何だっけなえっ、ー、と「あーやばいちょうど忘れしちゃった」「白い雲のように」じゃなくてそれは猿岩石だけど「降りそそぐ」みたいな「ふり が目指してるでしてでょ振り今パソコンが目の前にあるから「振り」「注ぐ」「注ぐ」「光」「光」「湧き上がる希望あこれだ」「雲」の指標違うな何だっけ?「旅立ちの日に」じゃん「旅立ちの日に」だよ「旅立ちの日に」何か言うねよ旅立ちの日にが」がうちらの合唱曲だったんだけども「 最近あの「テレレレレンテレレレレレンテレレレン」っていうさあのイントロが聞こえるだけで「ああ!」って思う懐かしいとかそう「わ卒業式や!」って思うねほんと。 なんかたまに同窓会とかで絶対カラオケ行くとさ合唱曲歌いたいあるあるみたいなのがすごいあるんだよねでなんか男子とか男子って言っちゃうけど男諸君とかさ女性諸君もなんか意外とハモリパートを覚えててでそれでカラオケで合唱じゃカラオケの中にも入ってるしねそれで合唱するとかっていうのもあるその中学校の時はね泣かないな泣かないと思ってたはずだけど やっぱりその周りがさ旅立ちの日に歌い始めるとこうやっか,なんか <laughs> ってなっちゃうのよねだからそれにつられて <laughs> とかってなったけどなんかあのー、私はすぐ早く高校に行きたかったからまあでもいい卒業式ってやっぱりでも合唱曲ありきだななんてすごく思いました。 旅立ちの日に歌ってる人はなんだっけ「蛍の光じゃないけどなんかそういう昔からの合唱曲って最近歌われなくなってきてるとかさ何か j p o p 系の卒業曲っていうのもなんかやっぱ最近の、ね、流行りであるらしいけど皆さんはどんな卒業合唱曲を歌ってたんでしょうかねっていうことではいでじゃあ他の方 だとそうだねうんまあでもほかにね、まあ、例えば卒業じゃなくてこていろんな皆さんからの質問もこれからは、えーとまあ、テーマのことはお話しするけどそ,のそれ以外の質問っていうのもちゃんとラジオの中で。 答えていこうかなと思ったんだけどその玲香さんって読むのかなイカさんからこう今までも少し思っていたことでしたけど今回のラジオを聞いてさらにどううししてだろとと思ったたことがありましたそれはどうして過疎地の山形の実家の家業を継ごうとしたのかということ。 前にも高校時代はギャルだったとか今回のラジオでも割と小さい頃からまあ生ー制だったとか言っているのを聞いていたら普通だったらやっぱり東京とか渋谷への憧れが早い段階であって上京したいなんて思いに駆られて高校卒業と同時に上京して東京デビューみたいな感じでやってそうなのに。 なんかそこを山形にとどまって実家を拠点に活動しようと思ったのはなぜかなとかどうしてこんなに実家思いな親孝行な子に育つのかなとかなんかそういうのを聞いてみたいっていうことでしたので、まあ、最後の時間はちょっとその話をしようかなと思うんですけど、まあ、本当に田舎ね山々に、えー、生まれて。 東京とか、まあ、お隣宮城の仙台とかにね高校生とかになると一人一人とか友達同士でも遊びに行けるようになった時にやっぱりまず空気が汚かった <laughs> 空気が汚くて人混みも私すごいやっぱ苦手だったんですよ苦手で、えー、東京だったら満員電車とかもうマジで無理でで汚いしなんかそういうところに。 いいててて本当に呼吸ができないなって正直思ったのだからその買い物に行くとかその時代はねネットがあんまり普及してなかったからそういう服買いに行くとかあそういうのはすごく楽しかったけどその2泊3日とかそれで十分だったんですもう気持ちが。で実際山形に帰って家にその2泊3日帰ってくると「わマジで居心地いい」みたいな「なんでこんなに深呼吸できるんだろう」とかあと。 めちゃくちゃゃく鼻が <laughs> その、まあ、今だったらねその10年前くらいか10年前15年前もなるんかなよりは綺麗いになっ,たるなってるかもしれないけど15年前東京にさ遊びに行ってたらマジで鼻くそ出てくるし何か鼻ふ、うん出てくる鼻黒っぽくなるしすごい空気が汚れてるんだなっていうのがまず1個あって。 えー、嫌だなっていうのがあったんですよでまあそのまあいいだから仕事の面ではいつか自分の家業をねそのカヤキャレのおうちをやりたいなとかもうちょっとその自分の地域を盛り上げたいなとは思ってたけど具体的に何かをしたいっていうのは本当になくて高校の時は 意外とね意外とてか本当はえっ、ー、とは自動車が好きだ車が好きだから整備士車の整備士になりたいななんても思ってたんですよでもその車の整備士になろうって思ってたから勉強もほとんどしてなくてでいざここ3年生の夏前になった時に1行部のお兄ちゃんがえー 社会人ででいてたんですけどお兄ちゃんもやりたいことがあって専門学校に行きたいと私と同じタイミングで、えー、来年専門学校に行きたいってなった時にお金の面で大変じゃないかなお互い2人が専門学校に行ってなかなか家計に負担をかけるんじゃないかなと思って私は別にそんなにじゃあめちゃくちゃ整備士やりたかったわけでもないから、えー、切り替えようって思って就職に切り替えたんですよね。 で、それが高校さんですけども、夏の終わりに切り替えたから。もう振り分けが終わってたんですよ。もう余り物っていう言い方あれだけど、あまりものしかなくて、その学校に来てる。そのなんていうの行ける場所でその中でまあ、土日休みで。まあこっちの方がいいかみたいな。この2つしかなかったから、その片方しか選ぶ。 ことしかできなくてね2つの中の1個を選んでその工場の方に行ったのだからもうその全然会社のこと知らなかったし面接で初めましてで会社の周りとか外観とかそういうのも知ってはあここで働く、まあ、受かったらねここで働くんかって思ってっていうくらい本当にただただまず就職できればいいかっていう感じでまあナーナーで就職しました。だだだだから東京はただただ本当にに遊びに行くもんだ っていう感覚。本当に住みたくない汚くて住みたくないだから地元にいるっていう考えだったんですよ。ででも結局こう過ごしていく中で、まあ、社会人でこうお金もねだんだん自分で遊べるお金が増えるようになってきて旅行とか好きになってきた時にいろんな地域、まあ、いろんな アアジアの国とか行った時に、やっぱり日本って素敵だなって思うし他の県に行って私のお家のこととかを話すとやっぱ貴重な存在なんだな今の私の家ってっていうのをいろいろ感じて食べ物とか生活環境とかなんか自分の住んでる地域ってとっても過ごしやすいんだなって個人的には思ったからますますこう山形愛というか地元愛っていうのが膨らんできてもっと 東京にに出たいいいっていう思いは本当ななくまなあある程度の,その、ね、交通の便も良くなってきたから別に本当に遊びに行ければいいかみたいな普段日常生活毎日買い物するわけじゃないし普段生活している空間が自分にとって一番いいストレスのない空間はどこだろうって思ったらやっぱり山形なんだなって思って私は山形にいることを決めました。 まで家のねえー、とやっぱ継ぐというかその私の田麦俣という地域が今の私の家ありきでとても好きな地域なのでそこを失いたくないな、まあ、いつかもしかしたらなくなってしまうかもしれないけど私が納得するまで、えー、残しておきたいなと思ってお家を継ぐっていう流れですかね。まあ、こいつざっくくりりというとう時間がなくてあんまり 言えなかったけど、まあ、でもそういう感じなんですよ。<laughs> はいまあ、こんな感じで、えー、まあこういう話とかね結構講演会とかでもするんですけどお別に怪我とかではなくてち、あのー、自分にとって居心地のいい場所ってどこなのかな本当に東京じゃないとやっていけないのかなとかね。 やっぱこう東京に行くと私は心がすさんむんじゃないかと思って <laughs> あんまり東京とかに行きたくないけどなんかため息つきながらきつきつの満員電車に乗りながら嫌だな嫌だな,嫌だなって思って仕事をするよりは、えー、もっと心がこう嫌な思いにならないような空間でねお仕事できるっていうのが本当は一番なんじゃないかなと思います。 ということで、えー、そろそろお時間にというかオーバーしましてそろそろお時間になりましたので次回のトークテーマはですねうーんまあ本当は3月10日だからちょっと東日本大震災のこともお話ししたいななんては思うんですけどどうしようかなどうしようかなまあそれは テーマではなくてちょっとフリーテーーマというフリーでちょっと私お話しさせていただいてじゃあトークテーマはちょっともうちょっと明るいお話で好きな食べ物にしますか何 <laughs> <ん>で <laughs> 東日本大震災と好きな食べ物まあでも食べ物っていう部分でちょっといろいろ東北の部分のねお話もしていこうかなと思うのでじゃあまずは。 じゃあ次回のトークテーマは好きな食べ物にします私もあんまり皆さんに好きな食べ物のお話もしたことないなと思うので是非こういう食べ物好きだよとか、まあ、料理名でもいいですし、えー、素材名でもいいですしお菓子の名前でもいいですし是非教えてください。はい、で、まあ、その好きな食べ物はあー コメント欄にぜひ記入をお願いします。で、えー、次回のながら字で紹介させていただきますのでどしどし書いてください。はい、ということで、えー、皆さんまた次回お会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。<music>